なんで赤鬼じゃなくてケマモンが罠に引っかかるんですか。ごめんケマ。お肉に目がないケマよ。ケマ。ケマ。本当だケマ。ケマ。じゃあ次赤鬼か。やっと。ありえない。やばくない。あら、やれやれだわ。やばくない。ほらみんなとお別れしたくないずら。ずら。そうずら、ケマモンみたいなファンだっているずらよ。恥ずかしくねえよ。やるにゃん。だよね。無理。みんなの心が一つに。出撃だ。おお、出たじゃん。ウィス。おっしゃ、倒してやるぜ。ケマモト村で赤鬼と決戦だ。ミッション、サブが出てる。レベル23。サブからやるか。ちょうどレベル21だし。出撃だ。出撃だ。ミッションスタート。ケマモンが隊長。ケマ。妖怪を倒せばいいのかな。そうみたいだな。これは数に入らないと。やっぱ大きい大きいタイプのあれ出てないじゃん。まだ敵が出てないってことかな。あ、ケマもいるわ。ケマも攻撃してくれんの。ケマもしてくれない。してくれないのかよくわかんないな。侵害系。これ一体どこに行けばいいんだ。力のお札を拾った。とりあえずここから上に行ってみる。通れません。通れません。ここは？こっち通れそう。通れなかった。どこへ行けばいいんだ一体。とりあえずここ行ってみよう。雲外鏡。あ、数になってた。ちゃんとここか。ケマモト村の平和を守るケマ。なぜか妖怪ウォッチの映画にクマモンが、美味しい役でクマモンが出てたけど、次の映画フナッシーでも出んのかな。そんなわけないか。メラメライオンで最後だ。だがここまでだ。超有名な いたずらしたい。よし、倒しに行こう。いたずらしたい。ちょうど4匹か。てて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 。いた。魔天使。つらい。花子さんもいる。
おりゃ、花子さんアタッカーだよ。もんげーい。大人げないわ。さあ下だ。マボマボ、あ、マボボが友達になった。イエーイ。いたほらほらほら、一つ目小僧、絶好調絶好調のっぺらぼう。すごい、なんか古典妖怪やられちゃったよ。仕返しの準備だ。あいつらやっつけろ。なんと全然懲りてなかったけま。そりゃそうだろうな。痛い。こっちだ。お滑り様。人玉ランプ目力。押し倒したか。目的達成。終わり。ひまもんさ、最後まで付き合ってくれた。あなたについていきます。ケマモン軍団の結成クマ。すごいなケマモン。友達になりたい。なれなかった。こっちじゃない。さあちょっとレベル上げていこうかな。スキップ。チャッチャラチャッチャラ。あ、塊やっと手に入りだした。そう、塊ね、あの時点では手に入らなかったっていうか、あの時点ってなんか前の時は手に入んなかったからちょっと諦めてたんだよね。このミッションぐらいからか、塊手に入り出すの。レベルーム突っ走るぜ、突っ走るぜ、レベルアップだぜ。チャージ23。あぶねえ。あれ、ほんとなんか微調整しづらいよね。行き過ぎちゃうわ。まあ、別に8万もあるからいいけど。イエーイ。止まんねー。 OK。 ミッションを選ぶ。さあこれだ。並び替えじゃないな。出動。入ってこい。スキップ。あかんあかん。さあやっと赤鬼を倒せるようになったのかな。あれジバニャン来てたの。
このメンバー一人もいないけど。赤鬼が出現。絶対に勝つんだ。絶対に勝つんだ。あ、下にいるな。見回り鬼。イエーイ。これはザコか。キズナメコ。友達になりたい。友達になりたかったです。お、来てる。赤鬼来てるぞ。ついでにザコも来てるぞ。モンゲー。あ、なんか鬼ヤバスタンプ来てる。みんな避けるんだ。モンゲー。これなんか火花だとあんま効かなそうだよね。花棒スイング、煉獄の術、鬼ヤバスタンプ、避けろ。みんなあの全然避けないから、そりゃね死にそうになっちゃうわ。てかちゃんと弁慶さんがタンクしてる。偉いぞー、えらいぞー。体力低下半分を切っております。一つ暗い。赤赤赤赤あかん。やべえ、食らっちゃった。あー、逃げろ。煉獄の術、私も早く煉獄の術とか覚えたい。おりゃ、あ、あかん。なんか爆弾ついてるよ。弁慶さん、弁慶さん死んじゃうんじゃないの。やばいじゃん弁慶さん。ボーン。みんな食らってるし。どこ行った。下か。どうやって行くのそこ。スタミナ切れてる。まあいいや、鬼玉は、鬼玉はなんか結構腐るほどあるからあんまり気にしない。逃げてる逃げてる。くらえくらえ、みんな攻撃だ。この間に攻撃したダメージの蓄積はどうなってんだ。関係ないのか。モンゲー。鬼玉が出るだけかな。あかーん、あかーん。あ、逃げた。みんな気をつけてね。よし、みんな回復してある。回復してあるな。行くぞ。あかーん。さあ決着の時だ。いるいるいる。注目。あーかーん。おりゃ、煉獄の術じゃないや。人玉乱舞。何怒りの。おお、何それ。なんか全然食らわなかったけど。煉獄の術。あーかーん。おりゃー。おお、やばいじゃん弁慶さん。えい、燃えろ。くらい。あー、鬼ヤバスタンプ。弁慶さんちゃんとガードしてる。えらいぞー、えらいぞー。おえい。あーか、あーか。必殺技だ、神マックス。弁慶さんも必殺技だ。よし、これでだいぶダメージ減ったな。走ってる走ってる。門芸痛い、門芸痛いっす。はめます。燃えろ。あれ当たんなかった。
またかい。痛い、痛いけどそんな痛くもない。急激に低下。これはいけちゃうかも。あっかーん、倒した。でかくないこいつ。ペッ、何こいつ、鬼食い、鬼食い、何こいつ、いきなり割り込んできて。くらえ、全然くらってない。何、どういうことだこいつ、やばいの、倒せないの。あ、猫がいる。あ、マスターニャだ。だるでこのままじゃ食べられちゃう。逃げんのこれ、なんか勝てそうな感じするけど、気のせい。なんであれかな、赤鬼みたいにしばらくすると即地球の攻撃ばっかするみたいな。その3、どっちなの、逃げんの、何なの。ダニャン、食うたるでい、食われたるかい。これカオベルスと同じ技使ってんじゃん。隕石の術、燃えろ。くーたるでいい。鬼じゃないから美味しくないよ多分。お釣りはです。もんげー、ゴロ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 が終わったら放とうか。いっていって、長いな、ゴロゴロゴロ。サメが終わっちゃったじゃん。燃えろ。オニビシャスタンプ、燃えろ。モンゲー、モンゲー、くらえくらえ。いったれ大車輪、これも食らうの、食らうな、一応食らうな。お、弁慶さんがちゃんと、いた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 。もんげー、痛い。おーし、倒した。目的達成。腹減った。やったよ。まあ、あんなちっちゃい赤鬼だけじゃお腹空いちゃうよね。ウィッスー、すぐ戻れて、体調が。なんだ、一体なんだ。飛ばせない。あ、そっか、ランクが上がるから。イエーイ、ミッションクリア。バスターズランク6。お宝発表。今回は中当たりのオレンジコインだよ。鬼食いの数珠玉とか。え、鬼食いオーラゲット。次に出動するミッションで鬼にダメージ 1.5倍。え、何それ。最強クラスのビッグボスを倒すとビッグボスの力を宿すオーラをまとえる。へえ、これが戦オーラだ。戦オーラをまとうと特定のボスに対してダメージがアップするようだ。へえ、上画面で確認できるぞ。
次のミッション1回きりだ。なるほど。隊長の命令は絶対だ。覚悟はできてるんだろうな。ごめんにゃんって。スリム。チームワークか。合格じゃ。どういうことだ。なんだなんだ。すでに持っとる。キラリと光っとったぞ。勇気と優しさ、アンパンマン。違うな。もしあのまま逃げておれば解散させるつもりじゃったが。よくやった。ビクトリアー。ビクトリアン。何二人で褒め合ってんの。どういうこと。お肉芋。にゃー、まあ、どう見てもマスターにゃーだだったよね。お肉芋、わしの弟子。なんだと。ほ。次回の妖怪ウォッチバスターズは。あ、次回予告。青い海、白い砂浜、港町渚に遠征だにゃん。遠征だにゃん。ウキちゃんの水着姿もあるかも。なに。そりゃ楽しみでウィッスンで。嘘にゃん。嘘か。ウィスパーキモ。第7話、ババーンと渚のバカンス。お楽しみに。